メアリー・エリザベス・アンダーソンは、アメリカの不動産開発者、牧場主、武道栽培者、ワイパーブレードの発明者。1903年11月10日に、車内から制御される、フロントガラスワイパーと呼ばれる、自動車装洗浄装置の最初の特許を取得した。リコンストラクションが始まった頃の1866年に、アラバマ州グリーン郡のバートンヒルプランテーションで、生まれる。 両親は、ジョン・シー・アンレベッカ・アンダーソンであり、アンダーソンは少なくとも二人の娘のうちの一人であった。もう一人の娘は、ファニーであり、生涯アンダーソンの近くにいた。父は1870年に死去したが、家族は、父の不動産による収入で生活することができた。1899年、未亡人である母と妹と共に、活力のある町である、 アラバマ州のバーミングハムに引っ越した。アンダーソンが受けた教育については不明であり、結婚したことがなく子供もいなかった。バーミングハムでは、定住して、すぐに不動産開発業者となり、ハイランドアベニューにフェールマントアパートメンツを建設した。1893年、バーミングハムを離れ、カルフォルニア州フレズンノで牧場と武道園を経営した。1898年に、 バーミングハムに戻り、病気のおばの世話を手伝った。アンダーソンとそのおばは、フェールマンとアパートメンツに、アンダーソンの母と姉妹のファニーとファニーの夫の GP、ソーンさんと共に引っ越した。アンダーソンの病気のおばは、金と宝石のコレクションが入ったトランクを持ってきており、その時から、アンダーソンの家族は何、不自由なく生活していた。1903年の冬に、ニューヨーク市を訪れた時、 凍るような日に路面電車でみぞれが降るたびに運転手が窓の向こうを見つのに苦労しているのを観察した。路面電車のフロント窓は悪天候時の視界を確保するように設計されていたが、マルチペインのフロントガラスのシステムはあまりうまく機能していなかった。そのため、視界をはっきりとさせるためには運転手は窓を開けるか、電車から身を乗り出すか、または電車を止めて外に出て、 フロントガラスを手で拭く必要があった。エンジニアではなく、起業家であったアンダーソンは、問題と機械を特定した。運転手が内側から操作できるワイパーのブレードを思い描いた。当時、この問題を解決しようと考える人は、ほとんどおらず、運転手がただ受け入れ対処するものでした。アラバマに戻った時、フロントガラスを拭くための手動式装置の設計者を、雇い。 地元の会社に実用的なモデルを作らせた。ワイパーの17年間の特許を出願し、1903年に付与された。特許出願は1903年6月18日にされ、1903年11月10日に窓吹き装置について特許番号74万3801が付与された。この装置は、車内ののレバーを操作して、 フロントガラスの外側にあるゴム製のブレードを制御するものであった。レバーを操作するとバネのついたアームがフロントガラスを前後に移動する。ワイパーと窓が確実に接触するように釣り合い重りが使用されていた。装置は冬が過ぎた後に必要に応じて簡単に取り外すことができた。似た装置はそれ以前にも作られていたが効率的なフロントガラスの清掃装置は アンダーソンのものが初めてであった。現在のワイパーでも単純な機構と基本設計はほとんど変わっていないが、今日のワイパーの大きな違いは、アンダーソンのものは不要な時に取り外すことができた点である。アンダーソンが特許出願をした1903年当時、自動車はそこまで普及していなかった。ヘンリー・フォードの A 型自動車はまだ製造されていなかった。そのため、 アンダーソンは1905年にカナダの著名な企業であるダイニングエコンスティンに発明の権利を売ろうとしたが却下された。その理由はこの発明は我々がその販売を引き受けるほどの商業的価値があるとは考えられないというものであった。さらにこの発明に価値を生み出すことのできない人が多く彼らは運転手がワイパーや動くワイパーの操作に気を取られてしまうという 危険性を強調した1920年に特許が切れ、自動車産業が飛躍的に発展すると、アンダーソンの基本設計を採用したワイパーが標準装備されるようになった。1922年、キャデラックが自動車メーカーとして初めてワイパーを標準装備した。1922年、車の運転が一般的になり、個人が運転する車にはまだ。 フロントガラスを清掃するものはなかった。キャデラックはアンダーソンの市外電車に関する発明を自分たちの自動車にも適用すべきであると考えた。その結果、キャデラックはワイパーを標準装備するようになった。1917年、シャーロット・ブリッジウッドはブレードの代わりにローラーを使用した初の自動ワイパーシステムであるエレクトリックストームウィンドシールドクリーナーの特許を取得した。 アンダーソンと同様にブリッジウッドも自分の発明でお金を稼ぐことはできなかった。リッチモンドのエマヌエルエピスコパルチャーチの牧師であり、アンダーソンのグレート、グレートニースであるサラ、スコット・ウィンゴは、アンダーソンが自立した女性であったために、その発明が進まなかったのではないかと考えている。ウィンゴは NPR ニュースのインタビューで、彼女には父親がいなかった。夫もいなかった。 そして当時の世界は男性に支配されていたと話している。1920年代に入るまでに義理の兄が亡くなり、再びバーミングハムのフェールマントアパートメンツで姉妹のファニーと母と一緒に住み始めた。87歳で亡くなるまでフェールマントアパートメンツの経営を続けた。亡くなった時、サウス・ハイランド・プレズビテリアン・チャーチの最高齢のメンバーであった。 テネシー州マンテグルで死去した。ありがとうございます。